バレーボール第1回 V リーグは1994年12月17日から1995年3月12日にかけて行われた V リーグの大会である3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う各ラウンドの優勝チームと通算成績上位のチームによる決勝トーナメントを行い優勝チームを決定する これまで外国人選手のリーグ戦出場登録を認めていなかったが、本大会より出場が認められるようになった。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災により、開催予定の試合場が被災し、下記の試合は会場変更を行った。順位は第27回日本リーグの順位。 12月17日、12月22日、12月23日、12月24日、1月7日、1月8日、1月12日、1月14日、1月15日、1月16日。1レッグの結果、1月21日、1月22日、1月26日、1月28日、1月29日、2月2日、2月4日、2月5日。 2レッグの結果2月11日2月12日2月16日2月18日2月19日2月23日2月25日2月26日3レッグの結果3月11日3月12日松下電気パナソニックパンサーズは次期 V リーグでの残留が決定順位は第27回日本リーグの順位 12月17日12月18日1月7日1月8日1月14日1月15日1月16日1レッグの結果1月21日1月22日1月24日1月28日1月29日1月31日2月4日2月5日 2レッグの結果2月11日、2月12日、2月14日、2月18日、2月19日、2月21日、2月25日、2月26日、三レッグの結果3月4日、3月5日、両者一勝一敗となったが、下表のごとく、東洋棒が、得点率で0.18128ポイント、上回り来期の昇格を決めた。ありがとうございます。